はい、皆さんこんにちは。3月、1日木曜日午前と午後の合間のひとときサッカーキングハーフタイムです。 MC の新平です。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、安田さんが取材ですか、はい、でお休みで、佐々木さんも舞台の本番が今日あんの、はい、はい、ということで、水曜レギュラーの生野さんに来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、ご気分は。何、私ですか、うん、ちょっと楽しみですよ、ゲーム。あ、そう、うん、あ、本当、うん、昨日もやってましたけどね、夜ゲーム。何をやってたんですか。昨日プレイステーション4のね、 FIFA プロクラブやってました。へえ。だからちょっと本当にもうこれを見るのが、うん、いつぶりって感じ。もう化石ぐらいの化石でもマジいつぶりかなってくらい。っていうか子供の時にスーファミって、なんていうの、リアルタイムの、まあ、ハードだった。いや、全然全然、もう普通に違います。プレイステーション1かな、1かの、プレイステーション最初のやつね、最初のやつ、うん、あれ、ご兄弟はいるんだっけ。あ、私がお姉ちゃんです。あ、お姉ちゃんか。妹がいて。あ、なるほどなるほど。じゃあね、でも家にあったの、お父さんとかやってたのかな。あ、でもなかったです。スーファミはなくて、友達の家にあったから。あ、友達の家でやってて、まあね、お友達もね、ね、兄弟とかがいるとね、持ってるよね、ゲーム機とかね。へえ。じゃあ全然その流行ったゲームタイトルとかもあんまり分かんないよね。いや、でも、うん、ドンキーコングはめっちゃやった。あー、スーファミのドンキーコング流行ったかもしれないですね。そう、なんか幼馴染の家にあったから、うんうん、友達の家でずっとやってるぐらいで。あ、なるほどなるほど。いや、でもね、うん、もう覚えてないですよ、だから、うん、まあ、ちょっと今日はサッカーゲームってことで、FIFA 今のね、やっぱプレイステーション4とか、まあ、すごいじゃないですか、画質とか、うんうんうん、でそれとはまあちょっとまた違ったね、まあ、その時は最先端だったんですけど、まあ、今となってはこう味があるようなね、まあ、レトロゲームっていうジャンルなんでね、ぜひちょっと、楽しんでやっていけたらなというふうに思っています。新品でやってました。いや、やった。だってファミコンだもん、俺子供の時。え、これは何。これはスーパーファミコン。あ、これのもう一個前ってこと。そう、それはファミコン。赤い、赤白のやつとか。赤白、あれはセガサターンとか。まあ、まあセガサターンは多分これとプレステの間ぐらいかもしんないよね、時期的には。でも全部やってました。ね、ファミコンはまあやったね、そのドラゴンクエストとか最初の頃とか。ああ、そっからなんだ。そうそうそう、すごい。とかマリオの最初とかもそれだからね。でスーファミとかは、まあ、マリオの、そのスーファミのマリオ、綺麗になったやつ、画質がね、すごい綺麗になったやつとか、もやったし、まあ、それからこの今から出してくるサッカーゲームとかも結構これでやりましたね。サターンはね、もうね、サカツク専用機。あ、そうなんだ。もうサカツクがその時、要はセガサターンじゃないですか。うん、でサカツクってセガさんが出してるから、もうそのタイトルで当然出してるんですよ。だからもう僕むしろセガサターンをやるのはサカツクやるために本体買ったぐらいな感じ。あ、そうなんだ。うん、だったかな。ね、八塚さんのね、声でね。八塚さんが実況。あれ、サカツクってやったことない？サカツクやったことない。あ、やったことない。うん、うん、みんなでなんかやったことないけ？いやいや、あるよあるよ。みんなコメントだとあるよ。みんなほら、八塚さんが声を、実況の声を当てて。たんですよ。あとジローラモさんとか出てきてね。あ、そうなんだ、うん、やったことない。そうそうそう、ユリッペとかも出てきたよね、最近の割と方だと。あ、そうなんだ。なんかリポーターだったかサポーターだったかの役で、うん、出てきたりとかしましたね。はい、ね、ということで今日はスーパーファミコンなんでね、ちょっと楽しんでやっていきたいなと思います。はい、今日のタイトルは、はい、本日はスーファミのサッカーゲームで大盛り上がりしたい回というタイトルでお届けします。どうですか、自信ありますか、うまく操作できる。ないです。ありますあります。あります。どんなんなんだ、はい、ね、はい、どんな操作なんですかね。はい、ということで、この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープね、配信しております。なんか YouTube は、あ、 YouTube じゃない、ペリスコープじゃない、ニコニコ生放送は、じゃあ俺が全部言った。ニコニコがなんか、ニコニコ生放送はなんかね、ご覧になってる視聴者さんもどうですか、仕様が変わってね、ログインしないでも見れるようになったりとか、なんか快適になったみたいです。え、うん、あれ、じゃあ、会員の人は、会員の人は多分会員限定のそのなんていうの、プログラムっていうか、それだったら当然ね、会員なんでしょうけどね。はい、ログインしないでも見れるようになったし、なんかあれらしいですよ、運営側の方もちょこっとなんか楽になったんじゃなかろうかという形で。ちょっと画面違いますよね。なんで、違うかな、なんか画面違くない、この辺とか違うよね。確かに違いますね。はい、ということで、
で YouTube に関しては、今1万3000人ぐらいかな、お気に入り登録、ね、でミッシーが、まあ、あの毎日毎日 YouTuber としていろんなことをやって出てますね。昨日も動画上がってたよね、ロシア、ねミッシーランガイドっていうのをやってましたね。何ご飯でしょ、ミシュランガイド的な。あ、違うんですよ。今回は、まあ、ご飯はほら伊藤さんと小松があの、ね、ご飯食べ行ってたでしょ。で今回は、32カ国を、要は星、ミシュランって星じゃないですか、うん、星ね、1つとか3つとかあるじゃないですか、うん、3つ星とか、まあ参加が32カ国ワールドカップの32カ国を星で、あの1チーム動画1個っていう32個動画が上がりますという結構ヘビーなやつなんですけど、まあちょいちょい上がっていかないと開幕まで間に合わないっていう、そうそう、結構テンポ早めに行かないといけないんで、はい、ちょっとぜひ、皆さんもご覧いただければなというふうに思います。はい、はい、ということでチャンネル登録フォローお願いします。はい、それでは今日もハーフタイムスタートです。よろしくお願いします。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。ひどくない今の。戻ってきたけ戻ってきました。はい、はい、ということで今日のニュースね、まあ、サクッといきたいんですけど、はい、紹介していきましょう。はい、お願いします。ゆうべ史上初4連覇狙うミランは15年ぶり連覇へ。コッパイタリア準決勝セカンドレグの2試合が28日に行われました。はい、4連覇を狙うユベントスはホームでアタランタと対戦、うん、ファーストレグを1対0で制し、セカンドレグもミラレム・ピアニッチが PK を沈め2戦合計2対0で決勝へ駒を進めました。うんうんうん、もう1試合ではラツィオとミランが激突、うんうん、ファーストレグはスコアレスドローに終わり、うん、セカンドレグも90分では決着がつかず、うん、試合は延長戦へ。前後半15分を終えても均衡が破られることはなく、うん、その後 PK 戦を5対4で制したミランが決勝進出を決めました。はい、ユベントス対ミランの決勝は5月9日スタディオオリンピコで開催されます。はい、そうですね。はい、コッパイタリア、準決勝セカンドレグというところだったんですけれども、ユベントス、まあ、手堅い感じですかこれは、うん、ね、1対0で勝って、2戦合計2対0で決勝進出ということになってます。今3連覇中ってことですからね、今回優勝すれば4連覇ということで、うん、でラツィオとミランなんですけれども、これはもう、全部 0-0 だったんだよね。そうです。1試合目も 0-0 だったんで、うん、なんで、210分間か、180+30 で、うん、はい、210分間 0-0 で、PK 戦でミランが勝利という形になってます。これでも4チームともあれだよね、比較的最近も調子いいチームが上がってきたというか、うん、ね、今季ね、ミランも最近調子上がってきたし、ラツィオもね、そうだし、アタランタもすごいもんね。まあね、うん、負けた、ま、今回も負けちゃいましたけどね、この間も、ドルトムントとか、うん、ドルトムントと、ユーロ、ヨーロッパリーグの、ね、ベスト32でね、なかなかいい試合してましたからね。面白いんじゃないですかね。ラツィオとか言ったら面白かったのにな。ねえ、ね、確かにね、うん、はい、ただまあユベントス対ミランということで、まあ結構ね、黄金カード、まあ、そうです、イタリアで言うとね、いいですね、はい、黄金カードという形。ユーベ対ミランはなんか名前はあんの？ないです、ね、ないんだ、へえ、そうなんだ、うん、まあね、あのほらインテルとあのユーベだとね、イタリアダービーとか、ね、デルビーとかっていうけどね、うん、まあミランはでもね、コッパイタリアですけどね、やっぱここまでね、何試合もトーナメントで勝ちにできたんでね、うん、せっかくなんで決勝戦ね、そうですね、ユーベに勝ちたいとこだよね。久々のタイトルでしょ、だってミランもし勝ったら。まあ4連覇してるからユーベも、もう3連覇ね、今3連覇してるね、3連覇で、うん、次4連覇狙ってるわけでしょ、うん、まあミランに勝たせてあげてもういいんじゃねえのみたいな、うん、そろそろ、うんうん、まあね、リーグ優勝すりゃいいじゃんみたいなね、カップ戦1個ぐらいみたいなね、スーペルコッパで、うん、あのミランユーベはミランに負けて、まあ、それがミランの最後のタイトルなんで、ああ、はいはい、はい、まあ、それ以来ちょっと一応リベンジにはなるかな。なるほどなるほど、カップ戦で当たると思う。そうですね、はい、まあでもミランは並々ならぬ闘志で来るんじゃないですか、ここは。5月9日ね、なかなかね、今年もリーグ優勝はさすがに厳しいでしょうから、うん、ね、この楽しみな戦いですよね、うん、はい、ということで5月9日に、ローマですか、で試合をやるということになっております、うん、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、なでしこ守備崩壊で大量6失点、アルガルベカップ初戦オランダに大敗。
アルガルベカップ2018の第1戦が2月28日に行われ、なでしこジャパンがオランダ女子代表と対戦しました。なでしこジャパンは、鮫島彩選手と坂口瑞穂選手、田中美奈選手らが先発。立ち上がりからオランダに押し込まれ、開始10分足らずで2点のビバインドを追うと、31分と35分にも失点。中島恵美選手、岩渕真奈選手のゴールで2点を返すも、最終的には2対6で大敗を喫しました。なでしこジャパンは3月2日に行われる第2戦では、アイスランド女子代表と、5日の第3戦ではデンマーク女子代表と対戦します。はい。ということでね、なかなか厳しい試合でしたよね。まあ皆さんご覧になった方もいらっしゃるのかもしれないですけど、前半で5点失った、ね、1対5という感じになってしまいましたね。相手もだいぶ後半の途中から選手をいっぱい変えてきて、っていうところなんですけど、まあちょっとね、なんかこう、そんなに難しいことをオランダはやってないように見えるんですよ。割とシンプルに縦突破してくるとか、裏に走ってくるとか、っていうような、プレーに対して日本がなかなかディフェンスついていけなかったというようなことだと思うんで、まあその、なでしこジャパンがなかなか勝つのが難しくなってきてから、やっぱなでしこジャパンらしいね、サッカーを多分皆さん取り戻してほしいというパスサッカーをね、っていうところもあるんですけども、やっぱちょっとそもそもディフェンスのところをしっかり固めて失点を最小に留めていかないと、なかなか自分たちがボールを保持してやっていくのは難しいのかなっていうふうに思いますね。まあオランダもね、女子のユーロね、2017で、まあ、優勝してっていうところで、強豪ではもちろんあるんですが、だからそうなってくると結構その突き上げがね、オランダなんてそんな聞いたことなかったよね、今までね、女子オランダってね、あの昔ってやっぱ、まあ、アメリカ強いじゃないですか。で、まあ、中国とかも強いですよね、で北朝鮮とかも強い、っていう中で、あと北欧の方が強かったね、でかいでかいって言ったら失礼なんだけど、女性に。そうそう、スウェーデンとか、ノルウェーとか、やっぱ強かったんですけど、最近やっぱり、まあドイツか、あとは、ね、強かったですけど、最近そのフランスが強くなってきて、スペインも強くなってきたんで、そう。で、オランダも強くなってきてっていうことで、だいぶやっぱりちょっといろんな国が力をつけてきているなというところがあるんで、日本もね、ちょっとなんとかついてって行ってもらいたいなっていうふうには思うんですけどね。でもこれ中1日しかないんですね。もう次2日で。アルガルベカップは結構そういうスケジュールですよね。全然日程が きついというか。きついなーって次も、厳しい。まあ岩渕選手がね、最後ね、まあ相手選手だいぶ変えたとはいえ、まあドリブル突破でね、ゴール決めたんで、やっぱああいうプレーをどんどん見ていきたいなというふうには思いますし、まああとはやっぱりちょっとオランダが今回で言うと、ウイング、いわゆるオランダスタイルっていうサッカーかな、そのワイドにこう張った選手がいる、割と古典的なオランダのサッカーっていうのかな、フォーメーションだったんだけど、そこにやっぱりかなり1対1でサイドをやられてしまったというところがあったんでね、やっぱ1対1の守備、もしくはどうやってそのサイドをこう、うまくケアしていくか、まあスピードでやられるっていうのは結構昔からあったでしょ、なでしこジャパンって。そのアメリカの選手とかにガーッと走られて、裏に1本入れられてっていうね。もうマークついてないとね、ちゃんと。そうですね。そうね、あとはね、サイドからえぐってくるから、やっぱ折り返しが来るから、しっかりマークをしてね。まあ割と基本的な話になっちゃうけど、そこちょっとね、なんとかこの大会中にね、改善してもらいたいな、というふうには思います。あとは何、アイスランド。これもでもそんな聞いたことないね。アイスランドっていつも出てた、アルガルベカップって。いや、聞いたことないですね。ね、アイスランド、それからデンマークですか。まあデンマークはね、そこそこやったりした経験はあるかなっていうふうに思いますけど、ね。じゃあもう強いかどうかもよくわからないみたいな、だけどアルガルベカップは割と強い国がその招待される大会なんで、まあ結構なかなか難しい大会ですよ。アイスランド何、女子のサッカーも強くなり始めたの。すごいよね。だって300万人ぐらいしかいないんだよ、人口。あ、300万じゃないけど、30万だっけ、本当?30万、そうそうそう。新宿区と同じみたいな。本当？そうそうそう。マジか。うん、だって、それで男子だとユーロもほら、まあ、前確かに結構来たじゃん。2016の時の。33万、はい、すごいね。少な。それでこんだけなんかスポーツとか。ね。まあ、オランダだって多分、日本より全然少ないですよ。多分、めちゃめちゃ少ないですよ、オランダも。オランダ多分
何百万単位で、多分オランダ。オランダで、うんうん、あ、そうなんですね。だと思う、うん、めっちゃいるわ。あ、3000万ぐらいいる？1700万。いや、でも1700万じゃん。日本の10分の1じゃん。10分の9分の1ぐらいじゃん。ちょっと多いとか。でしょ？え、本当？日本は3億。うんいやいやいや、ちょっとあの喋んない方が良かったんじゃないですか。え、日本3億円？まあまあ1億2から3000万ぐらい。そうですね、うん、すごいね。1000万え人とか、1700万人だから、まあね、東京都より全然少ない。東京都プラス横浜、横浜ぐらい、うん、かねえ、すごいよね。だってそれでさ、サッカー強くてさ、バレーボールも強くてさ、水泳もすごいのがいたりとかさ、あとさ、この間のオリンピックだとスピードスケートとかもすごいでしょ。うーん、すごいよね、とんでもないよ ね、 すごいですね、やっぱね。確かにスポーツがすごい。アメリカで3億人だって。アメリカで3億人、うん、え、え、日本すごいですね。そう、日本すごいよ。でも中国がもっとすごいんですよ。すごい、そうね、ありがとうございます、教えてくださって。どうもありがとうございます。そうなんですか。何億人ぐらい、ちなみに。えー、わかんない、何億なんだろう。え、知らない、何億？50億ぐらい。え、待って、いや、本当にわかんない。え、何？もういいや。35億じゃないの。じゃあ次、ダゾーンが J1 第1節のベストプレイヤー発表しました。王者川崎から最多の3名選出。ダゾーンが明治安田生命 J1 リーグ第1節のベストプレイヤーを発表しました、はい。ジュビロ磐田との開幕戦で3対0と勝利した川崎フロンターレから、谷口翔吾選手、エドワルド選手、中村健吾選手の3名が選出。昇格組の名古屋グランパスからは小林祐希選手と、またブラジル代表ジョー選手がベストイレブン入り。横浜 F マリノスからはディフェンスの山中亮介選手が、うん、出されてますね、はい、出されてますね。なんで最後投げやりになったんですか。すげえ選出されています。じゃあなんでこれ急にちゃんと読んでたのが、急にここの最後の何文字かのところで。じゃあだって選手がって選出されてるってややこしいじゃん。いや、これ選手って書いてないですからね。だって呼び選出したらもうね、ダメじゃないですか。まあ、いやいやいや、これ報道なんで、まあ大丈夫ですよ、呼び捨てでも、はい。でもこれさ、ジュビロ磐田とのって、これなんか私火曜日も出たんですよ、今週。火曜日もなんか、うん、結構いらんこと書いたようなニュースを渡してきて。ジュビロ、これでも別にあれでしょ、あの番組の、その要は制作した人たちが書いた多分台本だけど、多分ニュースでもの時点でこう書かれてると思うよ。え、本当、うん、ジュビロやってたのって。我々じゃないです。そうそうそう、わざわざ、うん、こう落ち込むんだよね結構。まあね、でも一応説明でさ、ほら川崎フロンターレから3に選ばれましただけだとちょっと微妙だから、まあ確かにね、うん、いや、なんで3人も選ばれたんだっていうさ、ボコボコにされたから、うん、話だよね、はい。ということで、最多が、フロンターレから3人、まあね、見事なヘディングシュートも決めた中村健吾選手であったりとか、谷口選手、それからエドアルド選手、まあね、無失点勝利でしたからね、ディフェンダー良かったなと。あ、そうだよね、そうね、エルダル選手も点取ったよね、はい。ゴールキーパーは鹿島を0点に抑えた、ね、ロフタン選手ということで、ね、ここちょっと意外なところから選ばれたのかなっていう気もしないでもないですけど、はい。それからね、見事なミドルシュートを決めた山中亮介選手ね、素晴らしいシュートでしたよね。あと右サイドバックは FC 東京の室谷選手、中盤はグランパスの小林選手、それから、川辺選手。もうだって なんでいやいや、まあそれはもともとサンフレッチェの選手だったからしょうがないよね。まあ確かにこちらはお借りし、うん、してた思うとすみません、何でもないです。そうね、まあね、はい、まあいい選手だったよね、ジュビロの時もね。本当にいい選手でした、はい。柏選手、それから、野津田選手かね、ベガルタ仙台、それから名古屋グランパスから小林選手とジョー選手ということで、ねえ、ジョー選手、何もちょっとどうですか、これご祝儀的な感じもあるのかな。まあまあ決勝点取りやすくなりますしね、うん、と点取りましたけどね、まあね、ちょっとまだまだ上がってくるんじゃないかなっていう気はしますよね、ジョー選手はね、うん、フィットネスがねやっぱりね、はい。ということで、まあ第2節もね、今週末ですけど楽しみですよね、はい。なんでぜひ、皆さん、はい、ね、いろいろ試合見ていただければ。そうですね、露骨にテンション下がってる。次はちょっと名古屋グランパスとだったかな、確か。あ、はいはいはい、そうです、うん、もう東海地区、そうです、ね、ダービーと
向こう名古屋のでホームでやるんですけどね、うん、まあちょっともう名古屋は外人選手たちが怖すぎますね。すごいよね、3人とも点取ったからねこの間ね、怖い、うん、だからまあただちょっと名古屋はディフェンスがまだ微妙なんですよ、そんなに去年試合出てなかった選手たちが並んでるっていうのと、うん、まあ外国人選手の柱のね放射選手は2月14日に来たばっかなんですね、まあ、2週間しか経ってないんですよ来てから。へえ、うん、じゃあでキャンプ一緒にやってないんですよ。あ、もうもはや、うん、なんで、そこはちょっとあの連携が、でもう一人のセンターバックもね、この間だと菅原選手っていう高校2年生だったんですよ、うん、組んでたんで、まあ素晴らしい選手ではあるんですけど、まだまだちょっと成熟させるには時間がかかる組み合わせなんで、まあこれでももしあれだもんね、ディフェンセンターバック誰だったとしてもなかなか放射選手とはまだ合わせるのは難しいもんね、コミュニケーションの部分でね、うん、外国人選手ですね、でもそうですよね、うん、2週間しかなんで、サイドからのクロスとかをガンバは割とうまくあの成功させてたんで、まあそういうプレーとかね、はい、うまくやっていけば、うん、ジュビロもチャンスは大いにあるんじゃなかろうかというふうに思います。はい、はい、ということで、今日はニュースはこのぐらいにして、特集に行きたいと思います、はい、以上ニュースでした。ありがとうございました。ということで、特集に行きたいと思うんですけれども、今日は、なんだっけ特集の名前は、スーファミサッカーゲームで大盛り上がりしたい回、うん、そうですね、まあ、あの前に小松と、まあ、2人で僕と2人でなんか言ってましたよね。そうそうやったんだけど、まあまあそれはそれで楽しかったんですが、まあ、僕ら両方ともスーファミ世代、小松も僕と2つ3つぐらいしか変わんないんで、だったので、ちょっとやっぱその辺って逆にあこんなゲームあるんだっていう風に思ってくださる、うん、まあ、例えば生野さんとかの世代の、ね、うん、方とやれるとまた面白いんじゃないかっていう、立て付けです一応。視聴者の方はいるんですか、これ20代前半とか。あ、いや、どうですか、生野さんと同じ20代前半ぐらいの方っていうのはいらっしゃいます。ので、でもスーファミあんまりやったことない。あ、そう、スーファミあんまりやったことない。で、僕ら30代中盤ぐらいの世代の方とかはヘを入れると、でもいるのかな。あ、23です、ダメだ。結構あるね。あ、うん、やっぱ年齢層高いねこの番組。はいはい、ありがとうございます、うん、まあでも多分4分の1ぐらいは、5分の1ぐらい、 20% ぐらいは20代かな、うん、まあ、20代かなって感じ で逆にみんなやったことがあるってことですよ ね、まあ、ね、あるかもしれないけど、でも持ってるとは限らないじゃん。あ、まあ確かに。そう、これね、スーファミのゲームって高かったんですよ当時。今って、ね、例えば FIFA とかっていくらぐらいですか。1万円とかしないじゃない。だじゃあ分かんない、プレミアムセットだから。ああ、そっかそっか、高いやつ買ってんのね。高いやつ買ってんの、あ、そっか、7000円とか。でも、そうそうそう、確かにソフトによって6キュッパとかそんぐらいでしょ。6000円台のやつとかある。スーファミとかって平気で1万円したんですよ、ソフトだけで。え、本当にこれで。そうそう、これでってちょっと失礼だけど。じゃあ、じゃあなんかでもスーファミってよく、まあ、あのもちろん安いやつもあったんですけど、物、うん、によって結構高いやつとかあって、1万円ぐらいするソフトとかもザラにあった。え、これ本当に、うんうん、8000円ぐらいはしたよね。じゃあだ少なくともね。そしたらもう簡単、はい、すぐできないじゃないですか、親に相談から始められる。そうそう、相当親に相談ですよ。そうですよね、うん、へえ、ということでいろいろゲームを用意しました。まあ前にやったこともあるやつもあるので、うん、ちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、はい、例えば割と定番なのは、はい、そうね、これかな、何、スーパーフォーメーションサッカーって、これはヒューマンっていう会社が出してた、ね、スーパーフォーメーションって、それは11人以上ありえちゃう。どういうスーパーなの。そういうフォーメーション、いや、まあまあスーパーって言いたいんだよね。スーパーフォーメーション。まあまあまあ、割とでもあのフォーメーションをこううまくチェンジできたりとか、それまでのゲームってもうすごくサッカーゲームなんだけど、もう選手も
別に名前がついてなかったりとかっていう本当のそのミニゲームみたいな感じだったんですけど、このぐらいのゲームからかなり選手能力がちゃんとついてきたりとか、名前がついたりとか、フォーメーションがチェンジできるようになってきたりとか、まあしたっていうところ。なるほどね。ポジションがね。そう、カスタマイズがかなり今できるっていうようなゲームですね。これが一覧を画像に撮ってるんですけど、うん、そっち出します。あ、その方がいいかな。はい、これが今あるゲーム一覧です。はい、で、スーパーフォーメーションサッカーで言うと、その隣が2なんだよね。今、左から、画面でいいのか、左から2番目のやつが今出したスーパーフォーメーションサッカーですけど、その隣が2。で、その後に、その隣の、これね、日本代表の、ユニフォームを着た、アメリカの、ね、土地が書いてあるやつ。へぇ、アメリカの。そっか、94だって。そう、これは94年のワールドカップの前に出されたやつで、ちゃんとワールドカップができるっていう、大会がちゃんと組まれてます。はい、じゃあどういうことですか？これは、じゃあオランダ代表とかもいるってことですか？もちろん、スーパーフォーメーションサッカーもいるんですけど、ゲームセンターみたいに勝ち抜いていくだけのゲームだったんですよ。それがちゃんと、予選リーグがあって、決勝トーナメントがあってとか、得点ランキングとかも出てみたいなゲームに、なったっていうのが、このフォーメーションサッカー94ですね。はい、で、それでフォーメーションサッカーで言うと、左下にあるのが、どれだ？あ、左下じゃないや。あ、その右か。その右にあるのが3色のイタリア国旗のやつですね。今の94の隣のやつが。そう、スーパーフォーメーションサッカー95デラセリエアっていうゲームで、これはイタリアのセリアだけなんですよ。それはセリアの選手が出てるってことですか？そう、これは、セリアの選手が、実名で出てます。おー、すごいすごい。うん。でもいつの時代ですか？95年です。95年。要は、カズ選手がイタリアに行った時に出たんです。そういうことか、うん。伊藤さん大好きのゲーム。あ、そうなんですね。うん、です。はい。だって伊藤さんはこれがもう世代ですよね、イタリアで。まあ、伊藤さんは多分この時に、高校生ぐらいだな、多分な。そうなんです、ね、うん、だと思います。はい。それから、まあ、J リーグとかだと、うん、エキサイトステージとかかな。エキサイトステージ。一番。うん。エキサイトステージっていうゲームが94、95、96っていう風に出て、これは J リーグの選手がちゃんと、J リーグのライセンスを取ってるんで、J リーグの選手がちゃんと出てくるという、これはエポック社のゲームですね。うん。というような、まあ、いろいろゲームがありますという中で、どれをやっていきたいかっていうところで、まず1本目は、じゃあ、ショーンさん決めてもらいましょう、もうこれ。やばい、うん、全然予想がつかない。うん、まあもう興味があるのがあったら、これどうですかっていうふうに聞いてもらって、みんなにちょっと聞いてみる。確かに、うん、じゃあなんか一番そのシリーズ化をしてるこのエキサイティステージ。エキサイトステージね。エキサイトステージ、はいはいはい。これだから J リーグのゲームですね。あ、でもこれ J リーグのゲームなんだ。うん。でもこれは？これは？あ、スーパーカップサッカーね。これはね、だからさっき言った、スーパーフォーメーションサッカーよりさらに前のゲームで、結構リアルな動きをするんだけど、選手の名前とかはついてないやつかな。あ、そうなんです、うん。うん。これでも僕は好きでしたよ、スーパーカップサッカーは。めちゃめちゃやってた。じゃあこのでもなぁ、このスーパーだって、エキサイトステージは。エキサイトステージだったら、96ぐらいまで行きゃジュビロもいるでしょ。いますよね。いるいる。うん。95からいるか。96まで。このセリアもやりたいけどね。それでも結構やったんですよ。どれやってないんですか？逆にやってないのやりましょう。ハットトリックヒーローとかやってないですよね。何ハットトリックヒーロー。俺ね、これはやってないんだよね。これですか？あ、これか。ハットトリックヒーロー。斎藤さんの、ね。ゲームですけど、何これ、ハットトリックするのゲーム？ハットトリックするゲームかな。だってハットトリックヒーローって書いてあるから。なんでそんなにタイトルに意味をさ。じゃあこれやってみましょうか、とりあえず。一本やってみましょう。うん、やってみたい。これやってみましょう。俺初めてだと思う。うわ。あ、出ましたね、画面。うわ。ちょっと面白いですね。これは。これクリスマスツリーですね、フォーメーション。なるほどね、そうね、4321みたいなね、うん、はい、ということでこれをスタートしてみます。ワン、これ多分これが1コン対2コンだよね、多分ね。何これ、 VS2P、 そうです ね、このなんか急に始まらされる感じもスーファミって感じ。これね、ゲームによって決定ボタンが
結構まちまちだから、どれを押すと決定な、あ、これは、このゲームは B が決定ですね。え、そう、本当に？いや、全然結構違うんですよ。そっか。え、じゃあこれは？何これ、プッシュスタートボタンか。一応今仮の選択だったのね。お、え、何これは？はいはいはい。これどうする？これ俺小松とやったかな、この間。あ、これ、あ、決めるんだ。そう、国を動かせますね。あ、なるほどね。うん。あ、なるほどね。決めた。どこがいいかな。まあ、確かに数波早いよね。あの動きが。何早いロムだから。あの、なんていうの、ロードが少ない。ああ、確かに、うん。アメリカとかあんだ。ちょっと日本にしてみようかな。え、ドイツ？ドイツ。マジで？じゃあドイツできたらブラジル行くしかないかな。え、いい感じ。どこがいいですかね、俺。え、どこがいいかな。私でもワンチャン、え、もうこれ一回決めたら戻れないじゃん。怖い。テレビの一応音出してるんですけど、うん、ブラジル、日本、あ、まあ日本が多いみたいですね。じゃあ日本にしましょうか。こうか。うん。え、何これ、監督選ぶって感じ。え、プレイヤーセレクトって書いてあるから選手なんじゃない。え、どういうことこれ。何、わかんないよこれ。何、え、選手を選ぶ の監督じゃなくて。だって4択ですよ。プレイヤーセレクトって書いてあるもん。え、嘘、4択って。だってどこのポジションの誰かもわかんないですよこれ。いや、とりあえずちょっとね、顔的に気に入った人を選べばいいんじゃない。じゃあこれ。あ、割とワイルドなタイプ。じゃあ俺こいつにしよう。ワイルド系。え、何、なんで。え、もしかして、え、どういうこと。え、待って、これは、え、何これ。ねえ、待って、いけるいけるいける、あれちょっと待って待って、下にしか行かない。スロイスロイ。え、それドイツだよね。なんでベルマーレみたいな意味なの。え、何何何、下にしか行かない。待って、嘘、なんで。違う、多分ボール取って、やばいやばいやばい。よし、ファール、ファール、ファウルなんかあんのこれ。イエローカードだ今。なんで審判が倒れたの今。これどうすればいいの。どうすればいいの。シュート。あー、外れた。待って。コート狭いね、ちょっと。え、これ、待って、あのね、見える範囲が少なすぎる。フィールドが見通せないんだよね。フィールドが見通せない。カメラが近いからね。もうね、なんで全部下に出したの。わかんない。待って、見える範囲少なすぎじゃないですか。え、あー、怪我した。え、嘘だ。またイエローカード。そうです、ラフプレーができるのがこのゲームの特徴らしいです。何、ラフプレーって。いくよ。はい。え、うわ、正面で、正面なんか広がれとか。審判にバレずにラフプレーをするとファールにならない。なんだそれ。あれ、入んない。審判の前でタックルしちゃうと、はい、あ、そのために審判が画面上にいるのね。はい、そういうことか。あ、やばいやばいやばい。オフサイドじゃね。オフサイド多分ないよ、この頃のゲーム。あ、本当ですか。うん、すぐ今選手の服を引っ張ったりすることもできる。どうやってやんの。間合いによってなんですけど、相手選手の後ろに回り込んだ時に B ボタンで。すげー痛がってんだけど今俺のチーム。日本も引っ張れるらしいです。っていうか、え、どうやって。ドイツ人の足が速すぎて全然突破できない。なんで審判倒れてんの。審判にバレないようにやってるし、ゲーム。違う違う、そういうことじゃなくて、審判がたまに倒れてんだよ。ダルマなんですよ。あ、そういうことなんですよ。ダルマさんが転んだ的な。あの、殴ったりとかもできるらしいですよ。ねえ、そんなことは、ね、なんのゲーム。え、面白い。待って、え、待って待って待って。あ、また、また。え、審判はいるかこれ。嘘でしょ。ゴロのパスができないよ。え、全部浮くんだけど。何ボタンで引っ張るの。やばいやばいやばい。B ボタンです。 B ボタンか。間合いが大切らしいです。間合い L と R ほとんど使わないんだねこれ。スーパーファミコンの性能全然活かせてないと思うよ。え、私なんかいつもの FIFA の癖で押しっぱなしなんですけど、ね、ダッシュね。うん、うん、関係ないと思う、多分。やばい、早い。うわー、やったやった今。なんか知んないけど入れられた。え、なにこれ。入った。なにこれ。面白い。で、さっきさ、選手選んで意味ありますかこれ。わかんない。性能があるんじゃない、選手によって。なんか選んだけど。
そんなんないよ。だって持ってったもん。嘘、そんなんないよ。マジ？え、怖い怖い。A ボタンと B ボタンしか使えないんですね。え、そうなの？ 2 個しかボタンないのこのゲーム。あとはレバーですね。あ、そうなんだ。立ち止まって A ボタンを押しっぱにするとリフティングするらしいですよ。え？え？え？何？ちょっとやってみてください。はい。待って違う、近くのやつにパス出しないのよ。 A、 え、ちょっと待って待って、すごい遅いんですけど、この人走るの怪我したからかな。あ、イエローカード出てる。でめっちゃイエローカード出てんだけどさ、退場になんないの。違いファール取られると退場になるらしいです。違う人がやってるってことか。多分そうっす。え、ね、待って待って、退場退場。え、あ、大丈夫。よし、大丈夫になった、退場になった。ほんと、ほんとに嘘。お、上手上手。ああ、今ちょっとサッカーらしき、サッカーらしくなってましたね。こんな審判見てる。そ、あ、なんか、え、なんかリフ、あれ すごい今ボレーの、あれあれこれ何分やるんですか。わかんない。審判今めっちゃ早い、面白い。すごい遅いのこの人、うん、もう選手の特徴なのか、それとも怪我してから遅いのか。え、いないし。センタリングしたの今。センタリングなんてあるんですかこれ。わかんない。1万円ですか、これやばいっすよ。いや、まあ、1万円はしないかもしんないけど、これ本当に1万円。あれ、ゲージみたいのが上にある。何ゲージって。ゲージ全然わかんない。え、なんかこれ、え、これで10って出るのもよくわかんない。パス、パスがそもそも B なのかな。そうそうそう、この10が、あ、ちょっと、え、なんで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 、また倒れた審判。よし、いた、ループシュート。おー、やった、すげー、きれいきれいきれい。あと30秒。あー、試合自体は。そうですね。あ、選手の背番号だってこと、数字は。あ、そういうこと。これなんか寂しいね、あれね、このゲーム。なんでこう、え、これさ、斜めとかパスできないか。え、斜めできるでしょ。多分同時押しです。斜めに押せばいいんじゃない。あ、ほんとに、はい、8方向です、スーファミのスリップ。はあ。おっせ。え？あ、今見られてないから、ほらほらほら、見られてないから。これ？嘘。今だ、見られてないからファウルにならないです。やったー、勝った。ファウル7個ってどんだけラグなんだよ。本当だ。はい、じゃあ。ハトトリック以上ですかね。はい、はい、以上。これダメだな、ちょっと。これゲーセンでやってたってことか。じゃあ一回切りまーす。でも次は、次はですねそれ、おー、面白いの選ぶじゃないですか。え、こ、次は、バトルサッカー出た。うん、ショウノさんに持ってもらっていいですか。ショウノさんに持ってもらって、はい、じゃん。これはちょっとなんかこの辺に、うん、知ってるキャラがいたから。誰、誰知ってんの。ガンダム、ガンダムとかね、ウルトラマン、はいはい、コンパチ。バンプレストさんってあれだよね、結構ヒーローもののゲームを多く出してたイメージがあるよね。なんかもうちょっとその、バトルものだったりとかっていうところもあるんですけど、まあ、パッケージにはウルトラマンと仮面ライダーブラック RX とゴジラとガンダム、これニューガンダムかが書かれてますと、いうところで、はい、じゃあこれは多分このキャラクターたちが戦うんだよね、多分プレイヤーで。え、いや本当に、そうでしょう、だって。あ、でもそっかそっか、うん、じゃあこれ選手でだって選んだもの勝ちですよね。まあ、うーん、ウルトラマンとかだって試合 3分で終わりとかない。あ、まあ設定が生かされてる可能性があると。そうそうそう。じゃあちょっとやってみましょうか。つくかな。あ、ついた。はい、うーん、はい、ということで、ちょっとオープニングが飛ばせんのかな、これ、うん、
はい、ということでバトルサッカーフィールドの覇者ということで、なんか楽しそう、お、これはエキシビジョン、エキシビジョン、あれもうなんでこれ、あ、早くないですかこれデモ画面に行くの。今デモ画面だったんですか。今デモ画面だった。デモ画面って何、ちょっとさ、あの放っておくと、うん、あの、え、あの放っておくとダメなやつ、なんか見本みたいな画面になっちゃうやつ、はい、ノーマルモード、ボールをゴールに決めて得点を競う通常のサッカーゲームですと。まあ、なんかちょっと逆に分かんなくなる。普通のこと言ってんだけど、逆に分かりにくい。まあね、そうだよね。それから、バトルモード、相手のチームのキャラクターを吹っ飛ばした回数を競うバトルゲームです。ボールをゴールしても得点にはなりません。これサッカーじゃないじゃん。え、何これ、何これ、サッカーじゃないじゃん。え、これは何、どういうゲームなのこれ。ボールをゴール、じゃあボールはボールいらなくない、ゴールもいらないじゃん。ね、あれなんか、ね、普通、ね、バトルだよね、うん、え、これ皆さんどうですか、バトルモードがいいですかノーマルモードがいいですか。コメントしてもらっていいですか。バトルモード何、どっちがいいですか。ボールをゴールに決めても。バトルやろう、バトルやった方がいいですか。ね、サッカーじゃないよねこれ、ボール、サッカーやじゃん、ボールとゴールの意味ないよね。え、これだって普通になんかボールとかあるわけですよね。もうみんなバトル一択つってますから、バトルにしましょう。バレーさん、ボールある意味あんの。これ何ボタン、これは、あ、 B ボタンでいいのね、よろしいですか。 Yes No OK Yes で、これで 1P 対 2P、 はい、ということで Yes No Yes、 ノーマルチームでいいのかな、パスワードを多分持ってないとダメなんだよね。はい、 Yes で、俺はじゃあどうしようかな、ウルトラヒーローズ、ウルトラマンばっかいそうなチームですよね、うん、これから仮面ライダーがいる。本当だ、アタックゼロ、アタックがゼロだよ、うん、何、ランがすごい早いね、本当だ。 それからガンダム、グレートガンダムズ、うん、お、ランとエナジー、エネルギーがすごい。おー、それからゴジラ、怪獣ばっかいんのかな。え、なんか、え、シャドウクラッシャー、お、これシャドウムーンだね、アレックスに出てくるね。アタックとかゼロですよ、アタックゼロ、ディフェンスもゼロ。モビルバスターズ、これは何だろう、ジオン軍とかのモビルスーツなのかな。これはビッグビースターズ、ビースターズ、これは何だ、仮面ライダーの怪、あ、じゃあウルトラマンの怪、ウルトラ怪獣だな、うん、キングソルジャー、なんかあれちょっと振り分けおかしくないですか、もうなんか格差社会が生まれすぎているよ、このキャラクターの中に。いや、まあそれは多分強いチーム弱いチーム一応あるんでしょうね、上級者向けとかってことで。どうしようかな、とりあえずじゃあこれなんかね、右と左が逆なんだよねこれ。嘘、なんかこっちからその仮面ライダーを選びたいするじゃん、したら普通右押すよね、どう考えても、確かに右押すとゴジラになっちゃうんだよこれ。なんでなんでなんで、なんか回すんじゃない、な、回したいんだよね、回したい、こっち回すんだよね、回ってんだよね、これ多分反転させてんだよね。じゃあ俺やっぱウルトラマンが好きなんでウルトラマンにします。はいはい、はい、イエス。じゃあノーマルチームで、ノーマルチームイエスで、じゃあどれにするかって話。あれ、でも私はウルトラマンだったからゴジラファイターズの方が良くないですか。いやいやいや、ガンダムでもいいですよ、仮面ライダーでも。分かってる、知ってるのが、うん、知ってるのがあった方がいいんじゃない。仮面ライダーだったら分かる、仮面ライダー分かる、うん、え、ね、待って、本当に操作方法が分からなさすぎてどっか行っちゃう。いや、とりあえずこれか、うん、そう、仮面ライダーズ、そうね、どうですか。はい、じゃあ仮面ライダーズでいきます。はい、じゃあイエスで、フィールドを選択ください。もう、サッカー場じゃないんだ、普通の芝のフィールドです。だ、これサッカー場なんだよ多分。あ、じゃあこれで普通の芝でいきます、うん、砂漠で砂のフィールドなのでボールやキャラクターが進みづらいです、うん、ダークフィールドです、ダメージが大きくボールやキャラクターの進み遅くなります、うん、メタルフィールドです、地面が硬いのでダウンした時にダメージが大きくなります。ダメージって何。確かに。サッカーなのに。いや、だからサッカーやない、関係ないのにボールが遅くなりますとか、もうさ、どうでもいい。じゃあいい、どこがいい、もうノーマルでいくとしばしば。じゃあノーマルにしましょうか。はい、セットカウントって何。え、ダウン数1回みたいな、あ、1で終わりみたいな感じですか。1点で終わるってことかな、うん、じゃとりあえずちょっとセットカウント1にしよう。タイムカウントが1みたいな、2分にする、あ、2分、2分にします、2分ぐらいにしますか、うん、はい、じゃあ2分、はい、フォーメーション、フォーメーションあんのこれ。1234567人制なんですね、214、その R22 って言うんですか、R、S222 とか、その下 R2 何、 R2、リベロがいるってことかな。え、そういうこと。多分キーパーの前に、リベロとスイーパーじゃないですか。あー、そうだね、なるほどね、スイーパーの22ってリベロ。お、じゃあリベロにしよう俺。クリスマス3でもいいけどね、421。ほんとだ。
じゃあこれで私は下にはいけないからね、それずっと右押していくと下の行に行く。本当だ本当だ。じゃあ私ちょっとアンチロッティ様の大ファンだからクリスマスツリーで行きましょう。行こうかな、これ。じゃあそれで、はい。イエス。あ、選手選べんのね。てかさ、これさ、もう被ってっからさ、誰なんだか分かんないんだ。分かんないね。え、分かんない。これ多分太郎だよね。太郎ですね。これはセブンだよね。もうさ、この辺の違いが分からないよね。ウルトラマンと。5、6、7、8、やばい。マジ一緒。マジ一緒。やばい。面白すぎ。仮面ライダーと、多分、例えば、これエースかな。これはエースかな、4は。でも5、6、7、8、能力も一緒なんで。あ、じゃあウルトラマンで一緒なのかな、もう。ああ、確かに。か能力は、うん、でキーパーが多分太郎になってる。そうですね、うん。キーパー太郎か。いい、太郎 E の能力が非常に高いんで。E って何？わかんない。まあ確かになんか。いやもうじゃあこれでいいや、よくわかんない。おすすめの多分設定なんだろう。私も、それは、ストロンガーだね。キーパーはね。で2が RX で、うん、3が、あれ、V3 で、4、5、6、7、8はみんなあの仮面ライダーかな、普通の。でもうこれでおすすめだから。いいじゃない、うん、はい、やりましょう。なんでストロンガーがいいのかな、これ。X とかじゃなくて。どうやって押す、スタート？違う、多分ね、黄色。あれ？じゃあスタート押してもらっていい？一回じゃあ。スタート。あ、いったいった。よし。これがね、よし。でもさ、これボール持ってる意味ないってことだよね。ダウンした。何のゲームなんだから。ボールいらないじゃん。パス回すってこと、これ。ボールで攻撃できるんじゃないですか。あ、そういうこと。なんかボールで攻撃できるの、これ。なんで。かわいい、かわいい、おっ、えあ、でもゴールもある、ゴールもある、キーパーのキックでしょ。え、かわいい、でも長押しするらしいです。え、何、技を出すには。あ、長押しなんだ。長押し、よし、セブンいけ、セブン。多分技名が出ると、出るときあるじゃないですか、下に。あ、あれなんか知れんのよし、なに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 、よし、あれ、これなんだよ、このゲーム。あれ入ってくんだけど。これどっち勝ってんの今、赤が4点じゃないですか。あ、そういうこと。あれ、これゴールどこ。あ、あった。ゴールだから意味ないんですか。そうそう、ゴール意味ないんだよ、これ。なんで俺が4点取れてるかもよく分かってないんだけど。え、なんで4点取ってんの。あ、出た、あ、今必殺技出たのに。ええ、俺どっち。あの、モブは多分ないんですけど。ないよね、こいつはないよね。エレキプラズマ。え、だ、長押ししたら蹴っちゃうよ。何ボタンを長押しすればいいの。確かに、ボタン。あ、これグレートなんだ。え、あ、来た来た来た、スペシウム。あ、やばい、何それ。おーおーおー、かっこいい。でも入ってないよ。え、かっこよかった今。でもダウンしたんじゃないですか今。でも4対4になっちゃってんだよね、いつの間にか。っていうかさ、これボール持ってたらさ、倒されるだけじゃん、はい、多分。ボール持ってない方がいいってことになんない。青がでもなぜかハーフタイムになる。ハーフタイムなんだ。全然わかんない。全然意味わかんない。え、意味がわかんない。なんだろう、どのフォーメーションがいいのかな。これにしてみようかな。はい、助けてって感じ。え、じゃあボールを当てればいいの。調べてくんない、これ謎すぎる、 このゲーム。黄色調べてるんですけど。いや、もうメンバー一緒でいいよ、うん、スタート。ん、ま、なんか これで、あ、そうそう、 A か、赤か、うん、なんか全然わけわかんなかった。バツボタン押しっぱなしで、うん、必殺技シュート。で、相手を倒すのは何ボタン押せばいいの、これ。お、なんか出してる。あ、ボールを持ってる人しかやっぱ必殺技出せないんですよ、多分。そりゃそうだろうね。ボールを持つことの意味は、多分必殺技を出すため。いや、俺なんかすげえリードされてんだけど、いつの間にか。
だってさ、ボール持っちゃってるからさ、タックルされんだもん。ほら。やっぱそうっすね、やるんですね。ほら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 、もうだからさ、ボールのとこにいるんだよ、俺のキャラが。なんか知らないけど、大体。うまい、かわしてる。どうやってかわすの。おあ、やられた。また点数入りましたね。何それ。これで倒したりできないのかな、相手を。お、あ、倒した。あ、倒した。倒した。お、これで稼ぐ。だってボールが俺のとこに来るんだよ、なんか知らないけど、全部。だってボール拾えてないもん。タックルってどうすんのこれ。ショウさんどうやってタックルしてるんですか。で、わかんない。え、丸かな、丸。かわいい、みんなでかわいい。え、あ、今倒した。タックルされた。6対12。ボール当ててもダメなの。ほらほらほら、また狙われるだけだ、これ。決まった。お、ハーフライ。おお。全然点数が取れない。しゅうさん弱え。だって俺がボール拾っちゃうんだもん。これなんか知んないけど、あれなんかボール弾かれてる。ボール持ってる方はさ、攻撃できないんだよね、多分これ。ね、多分そうっすね。うまいっちゃうまいのかもしんない、ショーノさんの方が。え、そのボールをの話すタイミングが。おお、タイムアウトって何。タイムアウトって何。タイムアップのこと。タイム、タイムアップのことだね。負けた。イエーイ。よく分かんなかったけど、なんかやんでやんない、もう。え、全然分かんなかった。はい、ということでこれは終了です。はい。でもあれだね、やっぱあの SD キャラっていうやつで可愛かったですね。え、可愛かった。キャラクターはね、動いてる感じが、ね、みんなして追ってっちゃって、うん、もうフォーメーションを選んだ意味がなかったもんだって。可愛、うん、はい、かった。どうすか、他ちょっとちゃんとしたサッカーやろうか。え、どれですか、ちゃんとしたやつ。うん、まあだから正統派なのは結局そのエキサイトステージか、どれだ、この違う、フォーメーションサッカーのシリーズは割と正統派。ああ、フォーメーションサッカーのシリーズがいくつかあるじゃない、1から2から。そのえ、どっちがいいですか、フォーメーションサッカーかエキサイトステージ。これね、これどっちね。え、これがいいの。あ、94、黒いやつやりたい。これ違う、こっち。どっちがいいかな。エキタ、エキ、エキステの、エキサイトステージ、エキサイト、エキサイト、エキサイトステージね。じゃあちょっとエキサイトステージやってみましょうか。 J リーグだからね、これね。何年になりますか。94。94だって。ダメなんですよ。あ、94年生まれ。94年生まれ。マジで。そう、だからこれがすげえな。これやりましょう。タメなんですよって。タメなんですよ。つくかな、この子。今ね、ちょっとね、入った感触が良くなかったな、これ。本職側ですね、確かに。うん、バコって言ってないですね。うん、つく、ついた。え、かわいい。エポック社。エポック社って昔おもちゃよくあったよね。おう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 おお。おー、なるほど、いいですね。はい。うわー、懐かしい、この音楽。え、どれですか。普通の試合の、ね、でもすごいあるんだ、こんな、うん、サロンフットボールって何。あのね、壁があるサッカー、室内の。あー、うん、これでも7人ぐらいなんだよ、選手が。そうなんだ、これ跳ね返ってくると思うんだよね。そうそうそう、11人。オールスターがあるっていう話があるよ。オールスターにしてみる。オールスターって何。サロンやってほしいって聞こえるんだけど。あー、オールスターは多分選手が選べるのよ。東西対抗戦ですって書いてあるから。あー、へー。な、何がいいですか、なんか。サロンでも前やったよね、小松やったのサロンだよね。サロンですね。うん。サロン、オールスター、オールスター、短い時間にして。じゃあ、ね、オールスターやってみますか。先にオールスターやってみる、うん、はい、じゃあオールスター。これ時間ってここで決められるか、大丈夫か。1、2で、3分。3分、はい、はい、で、え、ね、読めない。え、何これ。ランダムってなんだろう。あ、もう決まってんの、これ。オールスターウエスト選ぶんじゃないの。オールウエストランダム。あ、ランダムだとこれカーソル動かすたびに人が違う。え、これジョルジーニョとかいますよ。
これ本当だ。上、多分これ上は多分固定なんだよこれ、うん、もう多分実際に選ばれたオールスターかなんかを再現してて、下が多分これだって毎回毎回メンバー違うもんね、下選ぶと、うん、え、これはオール、あ、どっちでもいいっすよ。え、どっちがいいっすか。え、多分ね、ジュビロがいるのってどっちだろう。ジュビロってどっちだろう。え、そうなの。あ、でもディドがいるから、あ、グランパスか、ディドって。ジーコとかいる。でもさ、長谷川健太さんがさ、いるからさ、清水でも多分ウエストってことじゃん。でもそこリトバルスキーいる。静岡、ジュビロとエスパルスで。ここがいい、ここ、ここ。オールスターイースト。イーストがいいの？うん。え？今ね、ドンってやったから多分消えたんだけど。ねえ、嘘。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとボンはダメだったわ。すいません、すいません、ごめんなさい。もう一回つけて。え、つきま、つきますか？あれあれ、再現じゃない。みんなあるあるって。え？ってなっちゃった、今。え？大丈夫かな？いや、まあさすがに、あれつかないじゃん。何回かやればつくと思うんだよね。いや、多分この配線の問題だから、うん、こっちとか、え、こっちとか、いや、多分ソフトとつながってる、うん、電源はつくと赤くなりますよね。なるなる、電源ついてる。ねえ、本当にごめんなさい、なんかいや、あれあれなんで、あ、ダメ、そうダメ、まだダメ。おお、お、なんかいい感触だよ、これ。あ、どうですか、ノーシグナル。なんかダメか。え、こんな難しいんですね。あ、好きだ、すいません、すいません、ちょっとマジで津上の醍醐味だって、みんなが大切に扱わないと。そうだから、あの、大変なのよ、猫とかがいる家は大変なのよ。ああ、なるほどね。じゃあこれってもう叩かれたりとかしたら本当に怒る系伝説ですか。そうそうそう、怒る怒る、うん、そうだよな。あとお母さんが掃除機かけたりしてさ、こう、うん、このなんていうの、コードが引っかかってこうガチャンってなっちゃう。まあファミコンに比べたら全然なんないよね。え、なんだっけ、ショーノさんは、私イーストがいいです。じゃあイーストの上でしょ。うん、あ、これです、サントス。じゃ俺はこれか、真田さんとかモネール、堀池さん、森保さんジョルジーニョって、グランパスのジョルジーニョだよねこれ多分ね、うん、はい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 。じゃあこれにしてみようか。はいはい、イースト対ウエスト。はい、でこれで、うん、これってさ、エキサイトステージってポジション変えらんなかったっけ、フォーメーションみたいな。わかんないっす。白谷兄弟、うん、とりあえずキーパー、じゃあディドハーフなんでしょうか。え、これ変えるべきですか。このままでもいいですか。いいんじゃないですか、強いから、うん、よし。でも北沢さんとかサブだね。あ、三浦康さんがいる、前田治さん。うん、え、だってこれフリューゲルスだよね、前田治さんって。なんで、え、どこ変えた方がいいかな。10番沢登さん、9番長嶋さん、7番長谷川健太さん。ちょっとセンターがジョルジーニョになっていくから、センターを森保さんにしよう。強いな、これ結構いいんじゃないですか。どうしよう、俺これでもう決まり。はい、はい、でも大丈夫です。これで×、あ、それで、赤な、赤かな、はい、うん、そう、マイク・ハーフナー選手のお父さんね、リド・ハーフナーさんはね、うん、青、赤ですからね。おうおうおお、新平さんが青、青、そう。あ、できた、ヒールリフト。え、なに、ヒール、あ、やばい、 LR 同乗しお、木村和志さんいるじゃん。やばい、これね、ちょっと慣れるまでできない、難しい。おー、難しい、難しい。キーパー勝手にやってくれるんで。あ、そうなんだ、多分楽だと思う。やばい、うわー、ファールでしょ今の。倒してくんね、今バトルサッカーじゃないから。今バトルサッカーじゃないよ今の。エキサイトステージだからねこれ。おー、 うわ、よく取ったな今の。すごい、急にサッカーゲームになったってみんなが。これパス 何ですか。パスは、B、 黄色いボタン、あのちっちゃいパス。あ、そう、それ、あ、これが、で方向はもう自分で決めるの全部。ちょっとカーブ、そう、カーブもかけられる。
そうだからいる人にちゃんとパス出さないとダメ。確かに。勝手にパスしてくれないのよ。探してあのウイレとかフィファみたいに。うわ。あ、あ、やだ突破されちゃう。おお。あやべ。あれ。あー外れた。やっぱねちょっとこれ思い出すと俺に部があるんだよね。うん、相当やったからねやっぱこれはこの辺は。あやばいやばいやばい。こうキーパーキーパーは操作あできるのか。取っちゃダメなんだけどね本当は。確かに。もうこの時代は。あカズだカズ。あやばいなんで。これ上見てやんないとむずい。そうねそうね。これやっぱ範囲がさ昔のゲーム狭いよねこの画面に入る。上見て、うん、ちゃんと。さっきのバトルサッカーとかマジどこにどこにボールがあるんだか分かんなかったからねもうどこどの辺なのか今位置が。えなんでこれ取ってほしいな。これ多分ねつかボールがすげえ走るなこれ。うん、自分で出しちゃった。時間短いんですかね。自分で出しちゃった。うわー惜しいすごいカーブ。やばい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 。よしこの角度。あーあーね。長嶋さん。長嶋さん入んないな。俺がほとんど俺のとこ。えなんで飛ぶんだろう。やばい。あーやばいミスキック。点取ってくださいよ。え、点取りたい。マジで点取りに行ってんだけど。でもなんか難しい。森田さんだ。森田さんだ。あれ。これなんか枠にとにかくいかない。なんだろう、タックルしたりとかするじゃないですか、スライディングとか。あの自分がボール持ってないとき、あ、よし。何？で、そのタックルするのとかカーソルが分かんないから、どの選手を自分が操ってるのか全く分かんない。なカーソルがないんだ。そう。退場した。え、なんで嘘？ねえ、待って、嘘。嘘退場。本当に？え、これ何？どうすればいいんですか？だから、うん、4番のところが今、うん、真ん中が空いちゃってんじゃん下の。あそこに誰か人を入れないと、うん、あ、変えらんないんだっけ？変えられるよね。変えるの、入れれるってことですか？選べないの？え、じゃあ3バックでやんなきゃいけないってこと？これ。え、ねえ、助けて。え、待って、誰か分かれてないですか？でもその人に触れないですよね。え、触れない。うん。だからもうこのまま行くしかないんじゃないの？多分ね、95とか6だとこの辺がおそらく改善されてんじゃないかなって気がするんだけどね。え、これってもう、ダメ系か。だってこのまま行くしかないっぽいよ。これで、いや、それだって、それはサッカーのルール的にダメじゃん、だってその、退場した人と変えるのは無理でしょ、それは。行きましょう。はい。フリーキック。あー、あー、あれ、あ、危ない。もうほんと入んないよ、なんでこんな入んないんだろう。こうだ。うわうわ、取った。すっげーキーパー大活躍。やばい。全然拾えない。確かに俺も誰を、そう、なんかやばい、俺全然わかんない。嘘。なんかこれスルーパスがさ、すげえいっちゃうんだよな、前に。LR とかで選手変えられないっけ、うん、あれあれあれっていうかね、これ何人か同時に動かしてんだよね。 あそういうことですか、うん。よっしゃ、あれ真ん中だよ。なんか誰を操作してるか難しいな。おわ、お、チャンス。あれあれあれ。あーキーパー。やばい。あ、なんで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 ゴールどれ。え、いつもの癖でこの Y 押しちゃった。 Y じゃないのか、ゴールが。決めたシュートどこですか。シュートは X じゃないかな。X？ うん、上か。ハーフタイムだ。あ、これむずいな。むずい。どうしよっかな。え、これ変えるべきですか。三浦康を入れようか。じゃあ誰入れたいですか。誰入れたいですか。うーん、今ね、聞いてるんです。どうしようかな。
和田さんを入れよう。ひーちゃん見たいっていう。北沢さん。北沢さんを。でも北沢さん入れて。結構さ、これさ、イースト強すぎて外す人いないんだよね。そうそうそう、なんか誰を外せた場合いいか、うん、もうなんかみんな。サントスじゃない、いいとこです。サントスじゃない、私はサントスがいたからサントスのこっちを選んだえ、サントス知らないでしょ、だって鹿島にいたサントス。え、もうわかんないサントス。え、サントス、サントスはわかるけど、サントスの試合やってるのを生で見たことはないですよ、うん、そう、そう、全然見たことない。でもここにいる人ね、生で見たことない人ないよね、ばっか。そう、基本ね、カズさんぐらいだよね、うん、鉄二さん入れたいですか。もう走り方に鉄二さん、うん、まあいいか。はい、じゃあ行こう。ね、本当になんかなんでキャッチできないんだろう。うわ、よし、これはチャンス。やばい、チャンス、チャンス、チャンス。センターバックがいない、やばい、あーやばい。ちょっとタイミングがさ、ゼロゼロ、タイミングが全然測れないんで。おー、バイト、センターバックがいない、ガラ空き、マジガラ空き、やばい。あーなんで。うわー、すごい、さすげーチャンス、あれ、お、カズだ、チャンス、チャンス、チャンス、あはこれキーパーのキックがあんま飛ばないんだよね。飛ばないですね。これすごい近くにいる人にパス出せないわ、これ難しい加減が。これスルーパスになった。もういないですよ。そっちにいんの。パーオッケーや。面白い。あー、やばい、それもう終わるもん。決めに決めに行く、終わるもん。ここで、あれ。ああ。もうずっと俺が攻めるゲームになってるから。いや。ディディ。ラモス、これはラモス早い、意外と早い、ラモス。いけいけ、あ、違う違う違う、もう。確かにシュート曲げて打った方がいいのですね。だから曲げるってことはパスボタンで打つってことでしょ。うわあ、ちょっと加減が難しいんだよね。あの、なんていうの、強さをさ調整できないのよ、うん、そのゲージが出ない。そう、ゲージがないから、だから多分距離で考えないといけないんだよね。倒れてる、カズさんが今ヤスだよ、倒したの。こういう感じかな。お、すげえ、ちょっと可能性からさ。よしよしよし、行け、走れ走れ。なんでそっちにパスする。ぶね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 、ピッピッピッすごい落としたから、ね、嘘だ嘘だ、ま、この辺からこう曲げたらいいんじゃない。お、お、やばいやばい、あぶねー、やばい、松永さんがやばいよ、松永さん、やばいですね、これこのぐらいで。あー、ダメか、これはこれでいるのね、中に。面白い、え、なにこれ、え、何今の。いや、なんか避けたんだよ。チャンス、やばい、あと20秒しかない、チャンス、やばい、シュートまで、やばい、おー、あー、危ない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 、もうトフリー。決めろ、長嶋さん決めて。いやー、なんでよ。やばいやばい、枠に行かないんだよ、シュートが。6分もやって、あ、ロスタイムになった。あー、なんでこれ本当に入るゲーム。やばいと思う。よし、前田決めろ。これだからさ、これで手入るゲームですか、本当にこれ。俺に罪はないんだよ、これ。ボタン押しすぎとかじゃないもん。もう本当に手入るゲーム。長いね、ロスタイム。やばいやばいやばい、あ、終わっちゃうかな。あ、よし、まだある、チャンス、まだある。なんでよ。なんで枠に点取れないじゃん、このゲーム。やばい、あー、ゼロだよ。サドンデス、え、何サドンデスって、嘘でしょ。
やばい。どうせ入んないじゃないですか。もう行くしかないっしょ、サドンデス、これ。よし。1分、1分か。これ決めたら終わりってことだよね、サドンデスだからね。あ、そっか。よし、よしよしよし、あ、うわー、バーに当たりましたね。やばい、これ結構気抜けないね、サドンデスだと。これ前半とかあんのかな、サドンデスも。わかんないっす。そのシュートの方がいいのかな。遠くからもう X で打つよりか。うわ、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 ケンタさん、こんな感じで。おお、おお、よっしゃ。おお、松永さんマジ面白い。やばすぎでしょ。え面白い。あぶねー。なんでどうやってやんの？なんかその X で蹴ると、うん、そっちに行っちゃうのよ、シュートが。あの空いてる方に蹴りたいんだけど。ああ、真ん中から蹴った方がいい説が結構唱えられてますね。真ん中から、真ん中から斜めから蹴るんじゃなくて、うん、真ん中から蹴って散らす感じになるのかな、うん、よしよしよし。やばい、ポンチした。また対象じゃないのこれ。やばい、これリプレイ機能すごくない？リプレイ何？あ、音がみなし。おう、え、なんでこれ終了。いや違う、フリーキック。うん、壁ないんだけど、いいのこれ。え、なんでなんで、これ X で蹴れんのかな、シュート。蹴れないや。え、じゃちょい押しとかできないのかなこれ。あ、できない。しかも角度は決めれるのにゴールは見えてない。そう、ね、確かに怖すぎ。怖すぎ。面白い。センタリングシュートすれば入る。センタリングか。センタリングしてみよう。ここは。センタリングボタンあるんですか？いや、ないよ。だから普通に浮き球のパスを中に蹴って、うん、それを中にいるやつが合わせに行くっていう感じになるわけでしょ。じゃあ中に人がいないともう話元も子もないみたいな感じですね。そうだね、うん、サイドから行くか、サイドから。よし、長谷川健太早い。でもこれセンターフォワードの人思いっきりこっちにいるんだよね。あーあー、出しちゃった自分で。何も A ボタンで押してきればいいのかこれ。うまい、うまい。おー、やばいよ。中に自動的に待ってる位置がある。なるほど。で、あ、シャワさんドリブルいいっすね。嘘。いや、嘘じゃないっす。やばいやばいやばい。よし、これで、あれ、あれ、あ、ボタン違うのか。綺麗だった。やばいよ。あ、なるほどね。あ、なるほどね。なるほどね。でも、あ、何それ。あ、やべやべやべ。でも分かった分かった。でももうロスタイムだよ。タイムアップだ。あ、何やってんすか。PK。なんで PK 戦なのに一人いないの。だから退場してたらいないでしょ。あ、あ、順番か。うん、なるほどね。え、何、1しか選べないの。あ、いや、選べるよ。1の次に多分2になるんですよ。だ、同じやつ押しちゃうと多分移動しちゃうんじゃない、うん、多分。ミッキーさん、ラモス4、カズシさんも、キーちゃん6。それでいいよ。え、何それ何それ。え、松永さん蹴れないんですか。蹴れない蹴れない。よし、はい、それで OK。 うん、 PK は入るでしょ。ようやく入るとこ見れますね。確かに。あ、俺蹴んのか。よし、飛ぶぜ。どうやって飛ぶんだろう。あー、嘘。松永さん、すごい。え、これは？何で、何のボタン押しました？ゴール。多分、俺、Y 押したらちっちゃいシュートになっちゃって、X なんじゃないかな、強いゴール。X？ ダメ？ A かな？なんで、なんか体操してきた。え、何これ？X
クソしてるだけなのに待って。そうするとなんか腕をキュッキュッって。うわ、音音。あ、サイン出してるんだ。サインって何？なるほどね。誰に？走るよーっていう。よしよし、いいシュート。なるほどね。あ、また真ん中。あれ？あ、これこれですよね。うん。あ、たまたま真ん中だったの今。うんうん。よしよし。あれ？ね、これどうやって動くの？いや、これ十字キーですよね。同時に押しとかないとダメなんじゃない？先に。あ、先に動かないと。そういうこと？先に押しとかないとダメだよ多分もう決めて。よし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 やばいやばい、なるほど、先に押しとかないといけないのか。押しながらシュートだそうです。なるほど。よしよし、真ん中に行けって下なるほどね。入ったんだ。入った入った入った。え、入った入った入った。嘘、真ん中の上だったんで。真ん中の上だと入ったよ。あれなんで俺今押したつもりだったのにな。何このゲーム。よしよしよし。やばい。あ、そうか、先に押しとかないといけないのか。そうそうそう。押しっぱか。あーゴール。全然勝負決まらない。あ、音楽変わった。これ何？サドンデス？よし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 。なんで動かないのこの人も。やばい、なんか動かし方は分かんなかった。あれ、ソドンデスじゃないですか。ソドンデスだよ。両方じゃん、両方。うわあ、そっかそっか、ソドンデスだからあるか。で、ミスした方がってことね。うん。よしよしよし。これ本当にこれですか、十字キーですか。おしっぱおしっぱ、ずーっとしてるってこと、うんうん、あ、なーれー、終わる本当に終わる、わかんない。よしよしよし、ゴールキーパー押しっぱなしだって。もうおかしいよ。なんで真ん中に行け。あー面白い。ねえ、だからなんで動かないの、この人。なんで動かないの。押し話してんのに。もうおかしいんだもん。ねえ、お前ね、蹴るときにさ、左右に蹴れてんだから。なんでじゃあ、ディフェンス、え、丸とか押しますか。押さないっていいですよね。ちょっとボタンガチャラになろう。飛んだ。やっと飛んだ。飛んだ。しかも倒れたとこに蹴ったよ。あ、これ最後止めれるのか。よし、すごいねー。ねえ、飛んだ。あ、上に飛んだ、上に飛んだ。上に。ちょ、これくだ、もうさっきまでの枠外が嘘のように枠外に行かないよね。上に飛んだ。全部枠の中に。そう、枠外に絶対行かないんだよ、これ。今度。確かに。やばいやばいやばい。もう、これなんで決まりますか、本当に。うわー、真ん中かい。決まる？誰蹴ってるか私も分かんない。もう何番目なんだろう。あナイスキーパー。自分の意思じゃないけど。ケンタさん、ね、あー負けた。2巡目だったよね、これ。これ何対何だったんだろう。10対11。10対11。やったー。10対11。終わんないのと思った。あー、面白い、はい、ちょっと予定を変更しても終わりにします。はい、これありがとうございます。はい、はい、ということで、ね、はい、3つやりました、今日、はい、ね、ハットトリックヒーローと、バトル、なんだっけ、バトルサッカー、バトルサッカーとエキサイトステージということで、はい、どうでした、スーパーファミコン久々のというか。
え、でもなんか面白いですね。なんて言うんだろう、あの今じゃありえないようなこういうゲームだから。昨日 FIFA18 やってて。そうだよね、そう、 FIFA18 やってからのこれだともう、うん、めっちゃ面白いですね、うん、まあだから技術の進歩わすごいゲームの。いやだから僕が子供、これ小学校高学年から中学生ぐらいになった時ぐらいだったんですね、エキサイトステージって、うんうんうん、でこの時はいやこのゲームすげえぞってやってましたからね。ああそう、今までのサッカーからありえないよね、全部ちゃんと名前がついて、あ確かに、ね、能力が違ってとか12チームちゃんとあってとかっていうね、っていうのがあったからね、やっぱね、本当に面白いなっていうふうに思いましたね、うん、はい、楽しかった。これでも盛り上がるだろうなと思って、その友達とかとやると、ね、はい、うん、ということで、何でしたっけタイトルは。みんなであのバイバイ、スーファミのサッカーゲームで盛り上がろうです。はい、すいません、それでした、ありがとうございました。知りまして、はい、ということでエンディングですね、そのまんま、はい、あ、こっちか、台本を、はい、エンディング、はい、ということで広告って今日来てますか。来てます、来てますか。広告どこで見りゃいいのこれ今。あ、なんか変わったからあれか。数字左、画面の左上です。あ、はいはいはい、ここに出るのね。はい、広告ありがとうございます。精霊さん、精霊さんからおすすめの生放送です、見に来てねということで、ありがとうございます。ありがとうございます。でもこれ1000ポイントって書いてあるんだけど、1000ポイント分の500ポイントって書いてあるね。とりあえずまあ500ポイント精霊さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ね、月賞からありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでエンディングなんですけれども、はい、ショーンさん告知ありますか？はい、私はなんか火曜日も同じこと言っちゃったんですけど、そのフォトテクニックデジタル3月号に4ページ載させてもらってます。お、4ページ。そう、4ページも。で、それが今発売中なので、ぜひちょっと見てみてください。あとは、YouTube に私と伊藤さんが、うん、タロットカードで日本代表のことを占ってもらったんですけど、はいはいはい、それがちょっと4結構出てるので、うんうん、面白いですよ、ぜひ見てみてください。はい、はい、ということでワイワイサッカー、ワイワイワールドカップ、ワイワイワールドカップ放送局よくうろ覚えだったのに今言えましたね逆にワイワイまでワイワイワールドカップ放送局ね、はい、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。ということで、番組から明日の告知です。明日は、あ、明日金曜だよね、はい、うん、明日ついに金曜に帰ってきた J リーグ、 JH リーグって何これ、 J リーグ誤植だよねこれね、 J リーグ予想、ミッシーと長谷川優さんが今年最初の、J リーグトトに、挑戦しますということで、そっか、開幕戦の時はワッキーさんに来ていただいたからトトやんなかったんだね。あ、はい、そっかそっか、ということで、J リーグね、2018シーズン初めてのトトということで、はい、まあ、今シーズンね、ちょっとね、その他の曜日の人とかもなんか J リーグのトトやっても面白いかなと思ってはいるので、個人的には、うんうん、だって別に翔野さんも海外サッカーも詳しいけどね、自分を中心に J リーグもね、うん、見てるし、はい、やりたい、月曜日なんかもねニュースやるぐらいだからみんな J リーグはちゃんとチェックしてたりとかするんで、まあ、そういう機会がね、うん、あってもいいのかなというふうには思ってます。はい、はい、ということで、本日長々と、あと、あ、何、今夜10時、あ、そうかそうか、はい、あ、曜日対抗トトいいねっていう感じなんで、ちょっとね、なんかあればやりたいですね。はい、ということで、そうです、今日は UT で作ろう理想のチームとで、 FIFA をね、あの最近、昨日も告知したんだけれども、ミッシーが最近 FIFA の動画を出せてなかったんですね、うんうん、はい、ワールドカップ放送局とかいろいろあって、はいはい、なんでもう一層 UT をずっとやってたんだけれども、生でやっちゃおうという風な形で今日夜やることになっておりますので、ミッシーさんなんかもう上手いですか、結構上手いですか、ショーの際では上手い、すいません。すいません。まあミッシーもゲームやんないからね。あ、そうなんですね。ゲームやんないんで、うん。やんないね。だから持ってないって言ってましたよね、確かね。だってこれで多分やったの初めてぐらいでしょ、 FIFA とか。そうですね。うん。あ、そうなんだ。そう。まあ選手は詳しいんだけどね、出てくる選手のことはね。確かにすっごい詳しい。そうそうそう。なんだけどね。はい。はい、ということで、ミッシーのね、UT チームはどうなるのかっていうことで、ぜひ、ご覧いただければなというふうに思います。はい、それでは、本日もありがとうございました、はい、ここまでのお相手は新平と翔野でした、はい、それではまた明日12時にお会いしましょう、さよなら、ありがとうございました。